まあ現職のね竹山市長、もうこれよくわからないんですけども、堺市がなくなる、堺は一つ、これはもうずっと、まあ、どっかで聞いたセリフやなとずっと思ってましたけど、まあ、1年8ヶ月前に大阪市で平松さんが言ってた話とこれ全く一緒なんですね。堺はなくなりません。これなくそうと思ったら大変ですよ、ただね、広域を一元化する、大阪の成長は大阪全体で考えていくというそういう制度は作らないと堺の経済は沈んでしまいます。僕たちが言ってるのは堺の経済を今どんどんやっぱり悪くなってきてる。僕はまあ知事でもありますからいろんな数字見てますけども、どうもやっぱり大阪全体今、まあ、全体のマクロ経済では大阪少し良くなってきてます。これは僕と市長と今仕掛けをいろいろやってます。大阪の中でまず特区、これも大阪に、関西イノベーション国際総合戦略特区という今特区指定もやりました。でここにいろんな企業が今参入してきてくれそうな、まあ、実際に来てくれてるところもありますし、いろんなオファーがあります。で今国がやってる国家戦略特区、これにもまあ大阪市長の橋本代表と一緒にこういう特区を作り上げよう、国家戦略特区の指定を受けようねということで、今はまあ医療の最先端の分野やとか、それからエネルギーの分野だとか、そういうところで今国とガンガンやり合ってる。でこれが今やり合ってるの民間の企業の皆さんもそれを見てくれてます。だから大阪ひょっとしたらそういう特区指定できればね、企業も儲かるわけですから、そこ行こうかな。そして最先端のやっぱりそういう、最先端の分野で一度創業しようかな。今は世界のあちこちで企業活動やってますけど、大阪っていうのは企業が創業しやすい場所になるな。結局そういうことなんです。経済っていうのは需要と供給のバランス、やはり企業がどんどん入ってくるようにする、そうすることによって人が集まる、こういう仕掛け作りをやってるところなんです。それをやるのが今の府市統合本部という、そういう、仕組みの中でね、役所で作ったそこの統合本部でいろいろ議論してるわけですけど、要はねここに入ってもらえてない。だから堺の話が出てこない、堺の経済成長を指すのにどうしたらいいのという話が全く出てこないところに今の制度の一番の問題点があると、こういうふうに思ってます。今だから橋本市長と一緒に大阪全体でどうだというところに堺だけがねスポッと抜け落ちてる、これが今の現状なんです。だからこれをどう変えていこうと、これをやるためには大阪が一本化してその広域を一元化して大阪全体の景気回復やっていきたいんですけどね。